はい、じゃあ、水ナビです。はい、皆さん、お茶しです。今回は控え、はい、はい、まあ、コラボの方の控えと、はい、通常の控えっていうのが、うん、先日、昨日か、うん、昨日の昼12時に、公認しまして、はい、でストーンワールドの方を比較的その周回数重ねて終わらせてきましたので、はい、どれが楽だったかっていうのと、うんうんうん、その相手どれぐらいそのなんか復活劇っていうのが必要なのかみたいなのを、ね、うん、ちょっと見ていければなと思います、はい、で説明しなきゃいけないことが何個かあるんですけども、うん、どこでちょっと見せるのがいいのか、ここでいけるのか、はい、クエストが全部で、右京、穂村、源、ライト、奥、賢治、あと氷河ですね、うん、があって、氷河だけ激究極、はいはい、で他のやつは弾いてれば勝てるような性能に、うん、クエストになってるんですけど、うん、まずその周回スピードですね、はい、周回スピードはすげえ忙しくて、うん、どのクエストを周回していけばいいのみたいなのが方も多分いらっしゃると思うんですよね、うん、ただ今回、うん、1点このコラボ側の控えで気をつけなきゃいけないのが、司、はいはい、司が、うん、イラスト2種類あるじゃないですか、あるね、でもう1個のイラストを解放する条件が、うん、コラボ全運曲なんですよ、あ、そっかそう、コラボ全運曲が条件になってるんで、うん、でかつそのイラスト違いっていうだけじゃなくて、うん、司 SS 変わるのよ、ほうほうほう、そう、ランダうん、の部分に回復がつくかつかないかの部分が変わってきちゃうんですよね、最後ですかね、その司はね、なんで、うん、まあ比較これ全部運極にしないと司をね最大限の強さで使うことができないので、うん、まあおそらく全部運極にするのは必須になってくるんだけど、うん、たださ全員が全員それができるわけじゃないですか、じゃないですか、まあ今回時間制限もあるからね、うん、でかつ石も全員が割れるわけじゃないので、うん、まあどこをなんかじゃ中心的に回ってってあげればいいのかってなると、うん、右京、穂村、うん、この2つが圧倒的に簡単、うん、圧倒的に簡単なんですけど、じゃあちょっと右京から見ていくと、うん、ワープだけなんですよ、うん、はい、で運枠も本当にワープだったら誰でもいいんじゃないかってレベルでクエスト自体は簡単で、うん、まあ何かな、カマエルだったり、うん、もうなんかその強いやつ、ワープで強いやつ、ワープな最悪なくてもいいんですけど、うん、もう強いやつさえいれば、うん、もう本当に高速で周回ができるみたいなところになってます、うん、なんで比較的は運枠も誰でも行けちゃうようなクエストになってて、はい、なんか危険視する必要はないかなっていう、うん、クエストですね。なのでここはちょっと説明省きます。はい。はい、で次ホムラ。ホムラも誰でもいい。もうびっくりするぐらい誰でもいいんですけど、まあ言えばノクターンとかが強かったですね。うん。あ、わかる。ノクターンがちょっと一つ抜けて強かったかなっていうのと、うん、あとはそのガチャゲンを1枠2枠入れるってなってくると、まあ、同時切りだったりとか、うん、その辺がいたりすると、まあ、比較的回りやすいクエストになってた。ここもなんか原則壁さえあれば誰でもいいような感じだったので説明を省きます、うん、はい、はい、ちょっと癖のあるところからいきます。弦、はい、こちらですね。まあ弦も原則壁あれば比較的誰でもいけるんですけど、うん、ちょっとね指示中ギミックが出てきまして、出てきたね、はい、敵を倒すとその指示する方向に弾くと攻撃力アップみたいなクエストが指示が出てくるので、うん、穂村右京に比べて2ターンかけさせられるマップっていうのがいくつかある、はいはい、うん、特に初マップとかでもなんかちょっと大きい雑魚が1匹出てくるんだけど、うん、そいつだけその指示中のギミックで攻撃力を上げないと倒しづらいっていうのが出てくるので、うん、各マップ行って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 みたいなちょっと難しい、うん、運4だと特にそうですね、うん、なので、はい、そこがちょっと面倒くさかったかなって感じですね。ここもでもキャラとしては比較的原則壁があれば、うん、まあ誰でもいいかなってぐらいの難易度、そこだけ指示中だけ、はい、なのでまあこのコラボ、今回のコラボは、まあ、評価以外は意識しないで、もう出たら全部回っちゃって効率は落ちないと、うん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 、思いますね。特に奥検知の簡単さだったね、うん、なんで、まあ、そこは気にしなくていいかなってなんだけど、うん、まあ、評価っすね、これがちょっとね、今回のコラボの意欲をごそっと持っていくようなクエストになってまして、うん、はい、クエストの中をポンを開いてみるんですけど、まあ単純に重力だけなんだけど、うん、触れた仲間の数に応じて攻撃力アップ、これがマジで厄介なんですよね、はい、1体触れれば最大攻撃力アップじゃなくて、うん、その1体より2体、うん、2体より3体触れた時の方が攻撃力が上がるっていうクエストなので、基本的に3体に触れながら戦っていくっていうのがすっげえ求められるので、うん、で反射がむちゃきつくて、うん、そのこの仕様なのに、この仕様のくせにその雑魚の数が多いんですよ、うん、で雑魚を倒さないと十字レーザーとかの火力がめっちゃ高くて耐えづらいと、はい、なのでしかもゾンビもいるっていう、うん、もうやばいクエストになってるんですよね、はい、なので、まあ、重力を対応するっていうのは基本的にマストになってくるんですけど、それプラスおすすめなのは貫通タイプ、うんうん、でかつ毒もしくはヒット数が出せる友情コンボを持ってるとサソリ処理もなくなる、サソリがそう、
はい、なのでそこがおすすめになります。なのでここをちょっと深く話すと、ズバ抜けておすすめだった音楽は、風磨小太郎、あ、はい、特に神歌ですね。水沼小太郎神歌は、あの友情が、調教官法12かな12に、分裂弾持ってるんですよ、うんうん、まあ、分裂弾ちょっと非なんでヒット数だけで考えてほしいんだけど、うんうん、そいつが貫通タイプ重力でそのヒット数でサソリも倒せるし、うん、でかつアビリティに回復持ってるんですよ、うんうんうん、だからその事故がちょっと少ない、うん、っていうのがいいですね。まあ、進化の方も官法持ってるんで回復はないけど十分いいかなっていうので、風磨小太郎がちょっとズバ抜けてそのマルチとかやってる時にいたら嬉しかったかなっていう感じになってますね、うん。あとまあ火力枠と超 AGB で、うん、あの過去作ってる人はメレームとかも良かったし、あーメレームか、うん、ただまあ反射だとその超 AGB とかがなかったりパワー型だったりするとやっぱ3体に触れるのがめっちゃむずいの。確かにな、うん、メレームは速いじゃん、はい、超 AGB で、うん、なんであの適当に弾いても結構火力を出してくれるし、うん、味方にも触れられるからいいんだけど、うん、反射入れるなら超 AGB がいいかなって感じがしましたね、うん、はい、で一応あとおすすめの運枠としてはちょっと難易度高いですけど奈落、あーなんかキラー出すしあの毒で、はいはい、もうサソリ瞬殺してくれるっていうのがあるんだけど、ただ一貫戦火ダメがめちゃ痛い、あめちゃ痛いし、であとやっぱ2ターンに1回しかオールランチが打てないじゃないですか、うん、でオールランチも別に実装高いわけじゃないから、うん、スピードの方なんで3体に触れるっていうのはちょっと難易度高いので、うん、入れても1体かなって個人的には思ってますね、はいはい、奈落4とかでいったら地獄見ます7、8コンするんじゃないですか多分はい、でもう1点ちゃんと気をつけなきゃいけないとこがあって、うん、相手アジンキラー持ってんのよ、うんうん、小太郎対象なのよ。あ、そうなんや。そう、だから結構それがすごい辛くて、うん、風磨小太郎も強いって言ってるんですけど、うん、全員小太郎にするとボスからの火力えぐいことになるんで、あそこも気をつけなきゃいけなきゃ、うん、あ、いかないといけないっていうのがちょっときつかったかなって感じ。意外にひだめ痛いんやね。じゃあ痛い、めっちゃ痛い。 あなんかねちょっと大きめの雑魚が出てくるんですけど、うん、そいつがねアイスマンか、アイスマンがなんか出てくるんだけど、うん、あいつの十字レーザーがバカ痛くてほんと痛くて、うん、まあでもそいつ弱点があるんで、うんうんうん、しっかり3フレの弱殴ってあげれば結構ワンパンで落ちたりするんだけど、うんうん、まあ、そこをちょっと意識してあげないといけないって感じかな、うん、まあただ司をねあの理想の火力で使うっていうのにはちょっと避けて通れない道になってくるんで、まあ、全運極だったらそうだもんね、まあさすが月球極って感じだなっていう難易度にはなってたと思う、うんうん、ただまあその司を進化させなくてもいいし、うん、そのそれは取れればいいみたいなぐらいの人、うん、まあさすがに GB キラーの方が楽だからね、うん、あれなんですけど、うん、って人は評価避けてもいいかもしれないなとは思った、ね、うんうん、かなっていうのが一応その感想です、はいはい、でまあ、作る順位とかは、まあ、その仕様上全部全員作っていくって感じになるんですけど、ちょっと交換所の話だけちょっとしとこうかなと思います、はいはい、恐ろしいっすよ。石化復活液、うん、まあこの千空、クローム、琥珀はまじ秒でできます、うん、本当も秒でできるんだけど、うん、あのそれ以外にアイテムの引き換えがあるんですよね、うん、まあグッジョブとあと特に無課金の人とかこの上のアイテム重要じゃないですか、うん、水時計はあの時間短縮、はい、一撃で目的地つく、うん、で海図地図はあの目的の場所を選べる、ね、うん、行きたいところ、うん、でトレルは結構マストで、うん、あの報酬スペシャル報酬ですね、スピクリンところと濃厚報酬のところを2倍にしてくれるっていう効果があったりする、うん、釣りを確定できたりするので、うん、ここをマストになってくるので、グッジョブでしょ、でクッションの方も結構激アツアイテムが多いじゃないですか、うん、線形含めしょうもあるね、すごくない、全部運極にしてるんですよ、余ってんの360等するって恐ろしくない、これぴったりすごくないこれぴったりなの、マジ、うん、ぴったり全部運極にしてんすよ恐ろしくない、じゃあもうフルフルでフルフルフルマックスでフルマックスピッタ、あーじゃあなかなかこっちもきつい、きついというか、いや結構これ全取りするってなると結構、そうだよね、うん、結構きついと思う、ほんときついと思うただあのちょっと注意点を言っとくと、俺全部のクエストほぼ全部運用で回ったんですよ、だから多分一番最短手で全部運極にできてるんですよね、だから運入運算とかでやってると必然的に周回数も増えてくるじゃないですか、あだからまあその分、そうか、うん、そうなるとちょっとせっかく復活できてるのはもっと余剰に集まってるのであれですけど、ただアイテムを全交換っていうの結構ぬくぬくしてると危ないかもしんない、うん、だから確かにそう序盤でグッジョブとか捨てるやつ選んだ方がいい、うん、優先順位つけた方がいいね、優先順位今回ねマジでつけた方がいい、結構ギリになる可能性があるんで、そこはちょっと走り切った側の感想です。あ、そうなんや、うん、じゃあ、なるほどね、いや、千空、クローン、琥珀も1体しか運極しないし、うん、2体目を1回使ってやっただけなんで、うん、
うん、ここはちょっと余剰が出づらいかもしれないですね。特に効率よく集めようと思ってる人ほど、あー、うん、余分が出ないかもしれないので、ね、珍しいな、そこは気をつけた方がいいですね、はい、かな。で、周回数ってのちょっとまとめなかったんだけど、うん、まあ、最後に1点だけ触れておくと、あれっすね、この EX の仕様、これ僕ライブしてる時にもすっげーコメントが来てたんですけど、うん、ここもちょっとお話をしておきます。はい、はい、まあ、基本的に仕様が氷河、右京、穂村、源で、ライトオークケンチ、亀も含めて、うん、この5つのクエストをクリアすると一定確率で司がやってきます。はいはいはい、はい、で、これ仕様なんですけど、ソロだったらもちろん出ます、うん、で、マルチでやった場合は、うん、ホストの人出ます。はい、出た。で、その時参加しているゲストの人も出ます。自分出ました。はい、このゲストが出ないって思ってる人結構多くて、そうね、君のライブのコメントも来てたからね、うん、なんでそこはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね、うん、なので無課金の方向けにどういう立ち回りをすればいいかって教えておくと、うん、まあ掲示板とかでこの右京とか穂村源評価とか、うん、貼ってる人がいると思うんだけど、うん、それに入る、はいはい、うん、それに入り続けて、ね、出たらソロで消化する、うん、確かに、はい、でもう一回入るソロで消化する、うん、っていうのを繰り返すと一番負担は少ないと思いますね、うんうん、で、石自体も確かにあるだし、割らずに済むし、うん、割らずに済むし、うん、で、自分のが来たら逆にそれ代わりに貼ってあげればいいじゃないですか、うんうん、で、マルチでやって効率よく集めていくっていうのが一応無課金の人の確かに、あ、最高効率の、うん、確かに課金でソロでやってる人もそれでできる。ただ、司の注意点として一つあるのが、うん、一緒に司が出現してるじゃないとマルチはいけないんですよ、うん、はい、ゲストでもマルチで司は出るんですけど、うん、その司を消化するってなった時にできないのを気をつけてください。はい、その司が出現してる人同士しないとマルチができないっていうので、うん、まあ、この仕様のせいで多分あれですよね、ゲスト出ないのかなって思ってる人が多分いるかもしれないですね。確かに、うん、そこがちょっとややこしいね、うん、なので、まあちょっと悪い言い方で、まあ、規制とかも言われるんですけど、うん、まあ、そんなのね、効率求めたら気にしてらんないんで、うん、だって入ってほしくて他の人も貼ってるわけですから、うん、間違いない、うん、そこはもうガンザン気にしないで入っちゃっていいと思うんで、うん、なんで、ただ、まあ、その EX 規制ができないんですよね、うん、その出てる人じゃないとね、入れないので、なんでそこだけ気をつけないといけないね、うん、まあ、期間長いといえど、この交換所のアイテムだったり、うん、この評価の難しさだったりも考慮すると、うん、早い段階からなんか手は打っといた方がいいかなと思っているので、うん、まあ、多少これを参考にして、すでに集会とかを始めてみてあげた方がいいかもしれないですね。ちなみに司はどん何週ぐらいで結局1回出るよ、どんぐらいで確率、体感どんぐらいで落ち着いたの？そうですね、司のなんか最終的な確率の話をすると、うん、初回が一番ハマりました。何週間のライブで、まあ、見てくださってた方も分かると思うんですけど、うん、1時間15分ぐらいかかったじゃん。かかったかかった、うん、あれ以降、多分最大ハマり30分とかですね。あー、なるほどなるほど、うん、まあ、なぜかっていうと、通常機械の方ね、めんどくさいクエストが氷河よりめんどくさいのあんのよ。あー、なるほど、もうやべえのがあった、センサー使うやつなんだけど、うん、のとかあったりして、もう1クエスト打つの周回速度っていうのもちょっと高くなってくるんだけど、うん、比較的これコラボはさ、右京、穂村、源が早いから、うん、めっちゃ回りやすかった、うん、そんなハマんないっすね、うん、でも氷河がね、連続3回とか出たらもちろん1時間半とかハマることもあると思うけど、うん、まあ、確定で身内で得られた情報としては、うん、最高ハマりでも15とかかな、うん、ライブで30とか来てたけど、よほどじゃない限りないと思う、ね、めっちゃ運が悪かったし、うん、それのまでも多分なかったと思うんで、30は分かんないですね、うんうん、まあ、詳しい周回数してるわけでもないし、で、あと、まあ、出した回数もね、一体運極分程度なんで、うん、トータルとしては取れないかもしれないですけど、うん、まあ、なんか初回が一番余ったで、あとね、めちゃ偏ったっすね。あ、マジ？右京、穂村が運極になったんですよ、最初、うん、の時点で、氷が40とかす。あ、マジか、折り返してもない。弦50とかでした。本当に右京と穂村がバカみてんでて、それは偏ったな、うん、めっちゃ偏りましたね、個人的に。だから最後のもう地獄の石割りしてましたそうだって、右京、穂村出るためスルーだから、だからもう右京、穂村ループが始まるわけよ右京飛ばしたら右京出ないけど穂村は出るじゃん、うん、で、穂村飛ばしたら右京来て、もう最悪の地獄のループが始まる。確かに違うとこ行ってもそうなるとやばいね、うん、で、最後ちょっと番外編でお話ししておきますね、うん、前回ありましたね、亀ループ。はいはいはい、はい、こちらのお話をしておくんですけれども、うん、亀ループっていうのはですね、うん、ライトオークケンチーとか亀だけそのもらえる非解析の量が増えたんですよね、うん、それ、はい、で、ホストは500、うん、で、マルチで参加した人はホストがもらった分の5分の1をもらうことができますって仕様なんですね、うん、はい、で、ライトオークケンチーを500もらう、うん、じゃあ例えばヨークロとナウシロでやったとしたら、うん、僕がホストでやったらクロスケ、ヨウちゃん、ピロさんは100個じゃん、うん、じゃあ次ピロさんホストに行きました、うん、ピロさん500個、うん、俺、クロスケ、ヨウちゃんは100個って言って、うん、4人同士で
亀を1回ずつ出し合ってやった場合って、うん、1人800個の控え石が手に入るんですね、うん、でこのみんな800個ずつ手に入った控え石を使って、うん、こちらですね、はい、控えの海図っていうのを買うと、うん、まあ800じゃないですか、うん、で海図の設定先をまた亀にするんですよ、うん、で今と同じで相互し合うとまた800ずつ入るっていうので、うん、控え石の消費なしで海図を使ってひたすら亀を出し続けて EX だけを運極にするというね、うん、あの亀ループと言われるね、うん、あのループがあったんですけど、うん、残念、うん、今回、うん、石化復活炎の木の方はですね、うん、海図が有限でしたと、うん、海図が有限だったので、うん、その亀ループって言われるのがこっちではできなかったです、うん、はい、じゃあ通常の方だったら亀ループできんじゃないのって思う方いると思うんですけど、うん、通常の方だったらできますうんうんうん、はい、通常の方だったらあの過去のやつと同じでできるんですけど、うん、今回の次の控えに進む条件っていうのがラックなんですよ、はい、驚いちゃうね今回それが追加されたからね、うん、追加されちゃってるんで、うん、なんで、まあ、進み切ってから EX だけやるっていうのが EX だけをやるので、まあ、最短のあれではあると思うんだけど、うん、まあ、道中のやつも運極にするっていうね、運極コンプ勢、うん、まあ、順々にね、はい、方々は今回カメループやる旨味は1ミリもないかなと、うんうん、思いますね。ああ、それで対策してきたんかな。そう、だから多分ラックのあれは多分前回のカメループを見たなと思う。確かに言われてそうなのかもしれない。ただ逆にでも全部回避さえ解放しちゃえばカメループは健在ですから、うん、うん、なんでしっかりいけると思いますよ。まあ結構今回もね、最後の方まで めんどくさいクエストっていうのがね、多いみたいなので、うんうん、でまたその通常の方もあと数日で全部終わらせてくるんで、うん、そしたらそれでね、またどこを周回すればいいかだったり、うん、どういううまく使ってたかみたいなね、うん、あのお話ししようかな。わかりやすかったストーンワールド、うん、じゃあ意外にきついんだ。まあ楽ではないですね、うん、日数が日数なんで。そうだよね、はい、日数とかも考えて、さっきのその偏りも考えると、うん、結局全その進化解放の方もわり、うん、かし結構難しい、ね、で通常控えとコラボ控えどっち優先すればいいのって人いるんだけど、うん、まあ時間かかるんで両方同時並行でいくのが正しいんだけど、うん、日数的にストーンワールド一択です。はい、コラボ先終わらせてください。これマジであのピスカスにうつつを抜かしたらマジで本当にコラボ終わんなくなるんで、これはマジで強く言っておきます、はい、これ上に98日って書いてあるけど嘘だからこれストーンワールドに関してガチで嘘なんで、まあね、これマジで気をつけて、ほんと気をつけて。27日も書いてあるけど、100日あるっしょって思ってる人ほどマジで気をつけてください。確かに、うん、ほんと気をつけてほしい。いつの間にかなくなってるこれ。そうっすね、ストーン。まあなんかバチバチ今後も活躍していくかって言われるとそうでもなさそうですけど、まあなんかそうね、少なくとも司は強いと思う。うん、司以外は特にはね、うん、まあでも司作ってても、そう全部やんなきゃいけないからそうなってるから、回復取るには全部やんなきゃいけないから終わってると思うんですけど、うん、はいですね、うん、まああとは効率よくいくのは四方通るだったり、うん、あのルアーからの釣りで司のドロップス伸ばすだったり、近いな、うん、でも俺個人的にね、司伸ばすように、ね、氷河伸ばした方がいいと思うね。あ、スペシャル報酬上げていくっていうのは、まあさすがに司使う人が多いなけど、うん、携帯は全部4つ手に入りました。ラックマックス行くまでに4つですね。携帯でそれで呼び出して、そうですね、だからラック20は携帯分で確保されてるみたいな、うん、だから比較的前回はラックだったね、うん、うん、確かにな、うん、はるかに楽だったね、うん、2時間分ぐらい楽になってんじゃないかな、うん、別に出やすいとかもないし天井とかも多分ないと思うので、まあ、根気との勝負になってくると思う、うん、これすごい、これめっちゃ便利なんだよ、これ。ほら、ラック確認できるの。すごい、うん。全部確認できるの。いいっす。一応なんかそう、ラックごとにこういうのもらえたりするんだけど、うん、すごいよね、でもこれを踏まえてあれなのか、ギリだったのか。やばいね。はい。次。うん、でもや、つかさ両面作ろうとかちょっとね、思ってましたけど。確かにどうなん、両面は。いや、行きますよ、多分、うん、やると思います、うん、あと、とりあえず後悔させといて、残りの日数だから、通常のプレイの仕方しますそう、だから、後悔して、ついたやつをやって、出たら、ルアーで釣って、つかさ、四方発動させて、うん、マックスギュードさせて、うん、っていうのを繰り返したら、まあ、11つかさで、一応運極になるんで、まあ、確かに頑張りたいなと思ってて、うん、両面もじゃあ別に、期間内、がっつりみっちりやれば難しくはないのか。いやー、結構きつい。きついと思う。いや、なんかめちゃくちゃいろんなやつに参加するってなったらいけると思いますけど、うん、俺はだってこれ初日に石ジャブジャブして1回目が終わってるからこれができるわけで、うん、通常これを待ちながらやるっていうので両面はマジきついと思う。きついか。アホきついんじゃないかな。ちなみに石何個あったの？参考までに。ざっと
あのでもマルチで一気に進んだっていうのもあるし、うん、あでも相互は一回もしなかったんですよ、うん、ざっと100、あーでも100か、うん、ざっと100割ってるかな、うん、ただまあ偏って100なんで最後の方、ね、ただもうなんか氷が3で本来運極になっちゃいましたみたいな、うん、土地狂ったような偏り方したらもうちょっと見た方がいいと思うけど、うん、かな、全局では100割った、うん、約100割100前後か、うん、じゃあ100前後見とけばとか、うん、1日でやったのよ1日でやったんですよ。おすすめはしないですね、うん、あと今回はどっちの控えもそうですけど、あの一部のクエストだけ狙い撃ち周回は絶対やめた方がいい。ああもう得がない得がないっすね、マジで本当に割り続けられちゃうっす、ね、うん、そのなんかやっぱ石はいっぱい割れるっていうさ、俺とかピロさんみたいなの前回みたいにああいう人ならいいと思うけど、うん、マジ得ないと思う、得ない、ね、そうね、うん、そこだったらどんな感じか、うん、はい、やばいっすね、石100個あって人柱するってどういうことどういうことですよね、マジで相手のことが多分結構みんな緊迫感持ったと思うよ、いや絶対、まあ、そうですね、ちょっとマジかと思って、いやっぺグッチョブ全部やっちゃったって人はマジで否定した方がいいマジと思って、うん、まあでも変に運用とかずっと続けてなければさすがに余ると思いますけどね、確かに、うん、あとまあドロスとかにもよるしね、うん、はい、だってまあ皆さんもだからね、他にもなんかこういう情報ねありましたとか共有できる情報ありましたら、うん、コメント欄の方ぜひお願いします。いやでもこう見ると本当控えとか、うん、控えも一気になんか充実しましたね、うん、楽しみかなと、うん、ちゃんとお願いします、うん、はい、今回もゲメンタラジオ A から送りました。ラビーしましょう、ご視聴ありがとうございました。わかります、僕の君もなくなっちゃったから、わかるよわかるよ、チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、していただければね。